ちゃん、エリカちゃんからスイング分析入ります。すごい飛んだんですけど飛んでるんですね160ヤード飛んでますよ。やばい、こんなに飛んだら困るんだけどいやもうちょっとじわじわここが痛いですね。もう痛いの？もうってかね、常に痛い。えりかちゃんの今ね、線引いてもらってますよ。かかとから、はい、左の方はかかとから収束していきます。腰のラインにも線を。線だらけ。はい、ちょっと正面見ていきますね。はい、まずこの線ありますよね、はい、これトップまでね全く変わらないのが理想的なんですけど、ここはもう変わってる。でも大丈夫ですか？ここまで行って、今度この左のラインありますよね、はい、ラインを越えちゃうとスライドになります。若干ちょっとスライド超えてる。今はエリカちゃんのスイングのいろんな悪いところの癖が出てるんではないかというの分析中です。はい、ダンスの時に腰から引けて、まあ、腰から動いてますよね。でまだこれ残ってるのでキャスティングはないです。キャスティングってあの釣りする時のこんな感じ、あここでもここがほどけちゃうっていう、その症状は出てないですね。いいと思います。このままダウンスイングで、でもインパクトの時にちゃんと顔戻ってきてますもんね。ここにね、すごいですよね器用ってことです、うん、ただこの右見えます、これ、はい、右膝、はい、残ってないですよね。あ、本当だ、くっときてますよね。これがまさに症状が出てる感じ。へぇ、ね、左の方はそうでもないんで、反対側行きます。反対側、これはだんだん前の方に例のお尻のラインから離れてますよね。離れてます。で、この伸び上がりもあるし、前の方に収束してるのもあるし、後ろの、はい、お尻の線が後ろにあったのに下も上から来てる。もうそうですね。であとはこのライン見てみましょう。この三角、3つの角度ありましたね。この角度がインパクトまでどう動くか。右膝すごい耐えてますよね。すごいですね。痛いのに大丈夫ですか？膝の位置。あのまま降りていくのが普通ってことですか？そのまま今度降りていきます。腹筋電気がちょっとうまく使えないんで、腰が前の方に出たり、こう伸び上がりが出て、伸び上がりじゃないですね、やっぱり前の方に突っ込んでますね。ここ変わらないですもんね、右の位置変わらないんで、で、くるときちゃう。あの枠内にお尻が収まってる、でばいってことですか？ここに、ここからインパクトまでお尻のラインがずれなければ。でもそれ相当すごくない？すごいですよね。すごい、どういうこと？すごいですよ、本当に。で、ここのラインが、ね、絶対ずれるじゃん。このラインが、ね、ここに、この間、ここに上げてこの間に入れるでしょみたいなイメージはしてるんですけど、はいはい、全然ダメです。全然ダメですよ。ちょっと上からしてる感じはあります、ね、思ったらスイングと違うらしいです。で本当はクラブが見えて、手が見えて、最後に肘が見えるんですよ。ちょっと肘が見えてるじゃないですか。はい、これチキンウィングって言うんです。はい、この症状が若干出てしまって、チキン、これですね。はい、これもこれでいかない、これいかないって感じし、安定性が悪いので、これは始めた時からずっとで、これを一番に直したいんですけど、いまだに直らないのは、でも肩なんですか？肩周りの筋肉が原因なんです。それとも私のゴルフスイングの勘違いから起こる動きなんですか？多分手の返しはできるはずなんで、はい、いいんで、やっぱり体操体操の背中と肩関節は影響していると思います。膝ちょっと落ちてるんですよ、その腰が。こういうのもあるし、伸び上がりが気になりますね。ジャンプしますね。もうちょっとこの軸の中で
スイングできればいいんですけど、ちょっと前傾や側傾もいまいち抜けがちなので、これ変えられないんで流れちゃう時間があるしっていうところで、はい、まあちょっと今チキンウィングとかありましたよね、うんうん、そのチキンウィングは単純にじゃあ前腕の動きが悪いとかっていう話になってくるんですけども、全然エリカさんは大丈夫だったんですよね、何も問題なかったんです。でもやっぱり後遺症動画出てるっていうのがありますけど、それは結構下半身や体幹がうまく使えてないと上半身の方にそういう傾向が出るっていう状況ということを言われてるので、下半身がうまく使えてないからちゃんと回れないからそれでアジャストしてるみたいな、そうです、そういう感じです。はい、難しい、どうでしたか？絶対直したい、最初からこれは最初から気になってた、気になっ自分の動画見ててこれは本当に気になるから直したい、直したい、腕だけじゃダメなんですね。そうですね、あと上半身こうひねれるっていうのもなかなかで分かんなくて、ちゃんとひねれてるように見えるんですけど、こう引いちゃってる感じがあるので回してる可能性はある、ちょっとそこら辺見えなかったですね、だと。でも頑張って直したいです。はい、一緒に直したいです。以上、エリカちゃんの分析結果でした。早さ心をやります、お願いします。わーすごい、これ相当遅いというのが分かりますよね、椅子ここですね。頑張って意識して最近はやってる方なんですけど、これ見てみますね、はい、プレイするかどうか見ます。ちょっともう見に行っちゃってるんで、まあ最初からすごい言ったけど、もう股関節が相当硬いのでしょうがないです、これは。はい、こういくの。でここから、はい、インパクト以降ここ若干出てます。ここで腰がすごいしてるの、ここ最後はこういくの、ちょっとこれが腰の回転が本当に平行回転なんですけども、ちょっと下がってますよね。おお、上がってる。これがもう少しこの場で回転できれば素晴らしいと思います。腰が移動する前にクラブ動いてる、うん、これしょうがないです、これなんかもシフトするだけなんで、これはもう、はい、骨盤がこれ、はい、これ知らないやつ、これやったけど、これ知らない動き、はい、これはこれ動かないので、まあ、しょうがないから手から取り下ろしたくなみたいな、絶対最初にキュッて来てから行こうとするもん、はいはい、逆ですよね、本当はね、シンガスからいくと、こうやっていって、こう来て、体が来て、手が来て、絶対こうする、上で、あっ、こっち見ていくと、お尻のラインが見ますね。いや、すごい前に出そう、お尻。後ろに来た、後ろに飛ばった。後ろに飛ばった。後ろに飛ばった。もう完全に右の方の前傾、使えてないですよね。腹筋も緩んじゃって、出すぎなんて入らないですよ。もう完全に軽くてるんですよ、ここで。でもギリギリまでいいですよね、いますよね、腰すぐ離れちゃう、うん、でもうちょっといい感じですか、腹筋、臀筋、股関節、ここら辺ちょっと直していくとだいぶ変わるかもです。で、この間に来るかどうかですね、チャートが早っ、早くないですか、これはじゃあ、どこへ、ない、わかんない、どこちょっと外れてそうですね、ちょっと上、そうですね、入ってないですね、まあ、ちょっと OTT、オーバードトップになってる、あ、そのいいなっていう軌道としてはここ、はい、その膝とか超嫌です、この耳もずれてますよね、ずれてます、これも若干、同じですね、肘が微妙です、ちょっとやっぱりすいません、コマがなんかね、大まかなんでいまいち出ないですけど、ちょっと肘が出てそうな感じですね、ここはね、まあ、それもしとにかくやめていただいて、はい、腹筋、臀筋を鍛えて骨盤が動くようにトレーニングしてたけど、多分このラインが越せないようにテイクバックできそうなパワフルなスイング、これもったいないですよね、これ来なかったらおそらく、それ出ちゃうのがダメってことですね、一回後ろに、うん、あのトロが出ないんですよ、こっちから全部一緒なんですよ、すごいありますね、これがすごい、でもちょっと一個だけ気になるのが、はい、まあいいんだけど、これに対してこのラインが左の方にターゲットの方向に行ってますよね、でも通常はこれこっち側の方に行かないです、本当はこう来ないですね、斜めに、本当だね、はい、まっすぐですね、はい、これが直していくとひょっとしたら今みたいな後ろの方にお尻がグッと浮くのがなくなってくるかもしれないです。
気がついたらいっぱい大変なことになる。いえ、そんなことないですよ。まだ遅くない、全然大丈夫。帰るなら今だ、はい、とにかく痛みがないように、この右の方の腕とか肩ももし、まあ、ゴルフの方が原因でそうなってるんだったら絶対にどうにかしなきゃいけない。絶対これだと思う。あの最初のクッてくるこの上の動きが、はい、で上げてひどい時めっちゃ上げてめっちゃやってるんですよ、はいはい、それが絶対一番だ。そうですね、これ見てあげてください。これ大変なこと、痛い注射打ってプスプスプス、野球選手かいやでも一目瞭然だね。でもこの動きだなって思う。まあ、そうだね。今ここでもう常にものすごいこうなっちゃうね。そう、そうするとここで電気がないもんで、こうやって前の方にこうなるんですよ。こうやってまっすぐして私電気だけ取っていただかなきゃいけない。電気入れた。お尻側の締めた。いいっす。うん、うん、このままここで降ります前に。こう。そう。そうそうそう、これです。少しも変えて顔。ここです。これ。これがアドレスです。これ腹筋と電筋が、特に腹筋がちょっと使えないので、あるんですけど使えないんで、腹筋の使い方分かってくるとあっちの方が頑張ります。使い方を知る。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ゆりかちゃん。はい。どうだった？もう自分のウィークポイントをしっかり教えてもらったんで、うん、そこをどうやっていけばいいか。うんっていうのはすごい分かりました、はい、で理想のスイングに近づけるためにはそこを改善しないと、はい、一生懸命練習してもただ故障しちゃうだけ。そうで、あと、うん、悪いところをかばってなんか続けていくんだなっていうのが分かってですね、うん、悪いところをやらないようにやらないようってどんどんバランスもっと悪くなっていくのがすごい。私もまあやんなくてもゴルフなんとなくできてるしいっかと思ったけど、うん、あちこち痛いし、もう今出てきましたよ、こう10年のまず体をね、うん、大事にした、ね、長くできるように、ね、怪我をしない、うん、怪我をしないように睡眠を身につけて、うんうん、はい、まあ、TBI は健康、はい、的にゴルフをしなければいけない、しかも効率的にゴルフをしなければいけないというのはもう最大テーマとしてあるので、うん、なのでとにかく怪我をしないで、うん、ずっと楽しくゴルフを楽しめるように、うん、あのご自身の体の方もいつもケアしたりトレーニングしたりとかしていただけるとよろしいかと思います。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、 TPI のレッスン、このレッスン受けてみたい方は多分たくさんいると思うんですよ、うん、でなんと JGM ゴルフ赤坂スタジオまで予約をいただくと会員にならなくても受けれます。できるんですか。はい、すごくないですか。びっくり。リンクとか詳細はこの辺にピーって出てるんでお願いします。お願いします。よろしくお願いします。本当に今回はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。またね。また最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。